ェリー、スキヤの車の話。テリー土屋の車の話、始まりました。はい、始まりました。土屋さん、はい、またあのゲスト来るんですか？早速そんなこと言っちゃって。昭和のパワーをあの方じゃないとやっぱ語れませんよ。嫌な予感するんですけど、平気ですか？嫌な予感言わないでください。止まらないですよね。でも楽しみですよ。いやだから厄介じゃない。我々3人が聞き手になってますから。それはすごいことですよ。入り込む余地ない。でも今日ね、あんまりペラペラ喋ったら僕口を塞ぎますからね。そんなことしなくていいです。してですけど、もうおいくつですか？82.8 ぐらいかな。3月で83になります。いやでもね、お話してる時っていつもこう笑顔で喋ってくれますよね。これ何ですか、そのなんか生き生きしてる。いや本当ね。例えば健康的なことはどういうふうに気にしてるんですか？いや、やっぱ海が好きで、ここ5年ほど前に海の家を一つ買ったんですよ、うん、だから富山湾眺めて、そういう立山連峰が映って、毎日そこで見ながらビール飲んで、それで歌だねしてますわ。わあ、最高。大事ですよね。いや大事なんですよ。いや、80過ぎてこの色つやですよ。いや本当、ね、政治家と違うところは、はい、顔に嘘がない。あ、うまいこと言いますね。いや僕らいろんな政治家の方ともこうやってお話する機会が、この人目を洗ってないって人いっぱいいるんですよ。政治家の方そうです。いるよね。僕2人でね、あの報道番組日本テレビでやったらよく分かる。一緒にやってましたから分かりますね。全然顔笑ってないじゃないかって。 目の奥が笑ってらっしゃらない方は結構いらっしゃって。いましたよね。会長だって目が笑ってるもんね。本当に。あと25年頑張ってください。それはもう無理ですわ。僕はあの知らせませんからね。あと25年。本当ですよ。お元気な状態で。こういう人がやっぱね、僕らのね、先陣を切って日本リードしていってくれないと。もっともっと本当そうですよ。あの歴史を作ってほしいですよね、会長には。はい、51歳からのスタートとなっているんですけれども、こういうふうになっております。ラ・セイド、後半ラ・セイドはこれオープンカーですよね。セレブなね、ハリウッドスターがさ、映画のさ、素敵です ねアメリカ車をモチーフにしたラセード500台限定で発表発売をされて4日間で完売したそうです。これも話題になりましたよね。かっこいい。課長、4日間で完売、課長、これはどういう思いの中で。まずこれはあのシカゴのモーターショー行った時に、やっぱりこういうような車を作ってるあのメーカーがありまして、でも惚れてしまって、そこで3日間泊まりがけで、もうすでもその安くなったやつあればすぐもらうから言って、強引に言うて買ってきたものがこれなんですよ。これの、まあ、あれはマーキュリーをベースにして作ってありましたね、なかなか面白かったですね、自分もやっぱその先ほど言った1930年代のこのラインが絶対ね、やっぱ好きなんですよね。これは、ベースは何でしょうか？これは、日産の、シルビアだったかな。シルビアですね。でこれね、すごく疑問があったのは、これをこういうのを作るっていう時に、まずその日産に電話するんですか？シャーシーをくれって。確かにすごく大事なことなんですよ、はい、でもまずその前にね、これを欲しいというユーザーがおるかということが大事なんですよ。たまたま金谷に横に乗っけてやったんですよ。そしたらですね、街の中走ったりするとね、みんな集中して見てくれたわけよ、この車素晴らしいわけよ、私この車欲しいわってこうなったわけ、いよいよ作る前にしようかと、でやっぱりいろいろベース考えたらやっぱりシルビアがいかったんで、でやっぱり日産に言うとやっぱり浄土書もらわなきゃならないし、やっぱり新車をほら登録せないで持ってくるってことは、なかなか法的販売店の代理店 のルールがあってやっぱりくれないんですよ、それで言われるとおり本社へ行ったら、本社では、本社ってのは日産の本社、銀座ですか、当時、あの時かな、銀座の裏の方に一つ、東銀座のね、あっこ行きましたらね、港区の
ところに、あの 外国へ30台、50台、100台を輸出しとる日産、あれは何て言ったかな、そういうあの日産の子会社があって、でそこだとちょうどまあ500台ぐらいというのはいい線ではないかということで、そこへ行って言うたら、じゃあ三戸さん、あのしばらく待ってくれて、それで結局西武日産を紹介してくれましたわ、で西武日産で言うたら、ああ500台買ってくれるのはありがたい話だと。そうですよ ね、 ね、でそれまたしばらく待ってくださいということで、それで今度は俺とこの会社がまともか、これを本当にまともに車検取ってきちっとやっとるかという確認をせんことにはやっぱり日産本社も出せないというわけよね、それでこの時にあのプリンスにおられたあの桜井さんがうちの工場に来られましたわ。本当一緒にあの寿司食べに行った思い出があるんですけど、桜井慎一郎ですよ、ね、GTR のスカイラインの、ほんであの人が来られてうちの工場見られてね、いや非常に汚い万人とつやみたいなところでやっとるでしょって言ったら、中野みそかさん、私らプリンスやってひどいもんだぞ、100人200人の板金屋入れてね、昔プレスする金型がなかったからみんな一台ずつ手叩きで作ってましたけど、こんなような工場と一緒だって言われたからなんか安心しましたけど、そういうあの桜井さんちゃんね、それからあの芸理的なことあって一度あの桜井さんとこ の、 あのオーテクジャパンにもやっぱり見学に行ってきました。じゃあそれは好意的に、なかなかね、あの人はあんな利口なでかい人なのに非常にあの目線が私らも下のくらいに本当にね丁寧にあの扱っていただきましたね。確かにあのそれこそ僕が前回ね言ったように、あのこんな華やかな格好してるんだけども、これは国産車をベースにしてるって言うんで、これは意外となんか故障しなくていいんじゃないかなって、そういうイメージがありましたよね。ただしシルビア時代だってそんな安い車じゃないですよ、で今度これにね、それと解体してそこに仮装していくわけじゃないですか、と値段も当然高くなっていくわけじゃないですか。そうですね、ホイールベースを伸ばすから、やっぱりいろんなものが違ってくるんですけど、まあアメリカ車のそういう見本がありましたから、まあ、それを見て作って割合早く作れました。こういうデザイナーの方は、もう何人かいらっしゃったんですか。ね、この時は、うちの青木君じゃないさんのちょっと前に いた人で、あの自分がイメージを言うと、それを絵に描いてくれるような人がおられて、地元でもあのデザイナーが2名3名おります。やっぱりいやでもね、これも今の写真でラセで見ても分かるようにシルビアよりもそれこそフロントも長くしてるし、ね、いろんな仮装してるから、シルビアほど この動きが良くない感じがするんですか。そうだね、重たい感じ、それくらいのところの苦労っていうのはどうだったんですか。自分はこのデザインだったら、それだけの性能が落ちても自分は満足ですわ。だから買ってくれる人は全部それだから、これでああここが悪かったここが悪かったという苦情全然ありません。やっぱり確かにこれでね、箱根のコーナーがどうだったかっていうね、人はいらっしゃいませんもんね、そしてですね、さらにねこの水岡の車をね、もうメジャーにしたのはこの車ですよね。そうですね、後にロングセラーとなりましたビュートが誕生するわけですけれども、ビュートは日産マーチをベースにレプリカ製造をしていたためにベースカーがこうモデルチェンジをするたびに、ビュートもモデルチェンジをしていったということだそうです。レトロだよねこの車は。可愛いですね、可愛いよね。これ会長、これはどういう誕生した由来は。これはね、あのバンデンプラスプリンセスを愛が作れって言ってきたわけ、というのどっかのあと同じものしか作れないだろうと思う、我々のことしか思ってないもんだから、でも自分はバンデンプラスプリンセスはどう見てもデザイン的にね、ちぐはぐないじゃん、ミニにあんなでかいロールスロイス のグリルをはめてね、バランス的によくはないと思いますわ。それでもっといいものがないかと考えたのは、このジャガーのセダンをコンパクトにすれば、非常にあの目が丸で、あの真ん中に寄ってますから、女の子でも誰でもほらキツメロみたいこういうなってくるとキツメロになるけど、丸い目で真ん中寄っとると可愛く大人しくなるわよ。だから絶対女の子が買いに来るというやっぱ自信があったんですよ。なるほど、これすごいね、可愛い、これは可愛い。確かにバンプラとしては箱型でね、あの今の時代だったらバンプラも人気あると思うんですけども、この時代だったらこれはジャガーのマーク2ですか。これはこれマーク2ですか。そうです、そうですね、マーク2のこれって昔は徳大さんが乗ってたんですよ、で僕なんかもずっと憧れだったんですけども、それを持ってた時
本当にこれ可愛いですよね。可愛い。これはあの作った時にね、社内で見せたら女の子がみんなもうあのパチパチでしたわ。あ、本当。なんか絶対売れるなってやっぱり売れて、最初月20台でスタートしたんだけど、結局将来その何回のところに月120台になってもやっぱり1年半待ってもらったこともやっぱり。そうなんですか。これ例えばイギリスのね、方たちがこれを見たら何て言うんですか。せやね、私びっくりしたけど、あのロンドンリムジン作ってるあのメーカーでしょう、はい、あこの社長が来て書いてね、ええ、でたまたま我々もロンドンリムジン社の日本の販売店を持ったことあったんですよ、はい、そういうことで挨拶を超えたんだけど、うん、うちのビューと見て会議の俺のところのロンドンリムジン、ね、でかてね下駄にするのがめんどくせえと、うん、これ一つ買ってきまして買って帰りましたね、これでもイギリス人好きそうです、喜びましたよ、大喜びですよね、そうだと思います。こういう車を待ってたみたいになりそうですね。これはもうここで本当にもう三岡の自動車の名前がもう全国区になりましてね、そしてですねゼロワン、ゼロワン、これですね、あルパン三世、ケータハム的なね、はい、これベースは何ですか。これはベースは車体は自分たちで作りました、でエンジンはマツダさんのエンジン、はい、あのミッションとかデザインロードスターですか。ロードスター、うーん、だからマツダさんとあの時は住友商事さんが中に入ってくれて部品の供給をしてくださってます、ゼロワンね、でこれは車体から作っとるから完全に検査所の社名も実装化になるんで、それで最初の年はまあ、100台以下なら許可するわけで99台という、でところが実際売ってみると180台270台と市場がどんどん入っちゃうわけよ、だから我々アキンドとしてですね、やっぱりそれだけのプライドもユーザーに対してやっぱりちゃんと守らなきゃならないから、言うてそこからその霞ヶ関との戦いがずっといくわけよ、まあ、スーパーセブンのミニ版ですよね、すごくいいと思う、さあそして年表を見ますと、はい、1996年になるんですけれども、はい、三岡自動車にとって大きな出来事が起こります、はい、それが日本で10番目の自動車メーカーとなったという。えらい、これはこれ頑張りましたね。頑張ったね。あの1年半ほどね、まあ、せだいたい1週間に一遍ぐらいすると言って、だけどあこ悪いここ悪いって書類はいっぱい作って、さあね、本当にこれ以上まだ作らにはならなかったと思うくらいに、最後さっき言ったカッコだとか丸とかそういうケチまでつけてきたから、なんでそんなに言ってくるんですか、細かいことを。結局ね、本来車作ったもんならそれで車検を受かったら製作者として認めなきゃならんがだけど、日本の法律と霞が関っていうのはなんかやっぱり一つの何ていうかね、自分が今思うには日本は江戸時代の400年が続いてますね、だから国家というものが安定で続いたばっかりに、いまだに日本人は国の言われることならへーってみんな聞くわけよ、自分で自分を守るという気持ちがないんですよ、国家が守ってくれるという。だから国家とすれば、あの彼らは言わないけれども、全ての企業は3つぐらいしか作りたくないわけ、 大企業は建設会社も3つ、飛行機会社も3つ、船舶でも全部そういうものが彼らの内儀にあるんだと思います、でもそういうことは我々に言わないよ、言わない、彼らだけの秘密の文章でやっとるんですよ、だから私は小さいところ出てくるともう蹴散らして、ね、諦めさせなきゃならないわけだ、でも最後の最後ね、さっき言ったようにね、俺男、日本の男として生まれてね、俺恥ずかしいことは絶対したくない、堂々と、かっこいいな、それで最後まではもう自分としては会社投げ捨てでもやっぱりね、アンダーランドと戦うということを覚悟したというふうに言うたら、それから2週間か3週間してから電話がかかってきて、いや三岡さん、あの許可出てましたよ、出てましたってあんたが許可して、それから上の今だろうかって俺言わないけど、いや出てましたじゃん、その理由だな、どういうことよって言うたら、いや三岡さんにその理由は言う必要はありません、要は出てました、これ未だに、だからどんな理由で俺の許可くれたのか未だにバカなんですよ、そうなんだ。今は結構そのお役所と友好関係にあるんですか。あの一回許可取ってしまいましたから、もう自動車メーカーとして認めていますから、全て形にて何でも出しても取れます。その乗用自動車メーカーはこれがあればいけるんだよっていうその条件っていうのはあるんですか。言わないね、彼らは。やっぱり言わないんですか。もうその都度ここがおかしいね、ここがおかしいね、ずっとやられるわけよ。でもよう1年半頑張りましたけど、国土交通省だけじゃなしに全ての省がそうだと思います。
日本だけは世界中の国家の中でちょっと特殊ですわ、うん、特殊に封建的と言われか内規的と言われか、とにかくでも彼らに言わせれば私たちが経済状態でも蜜しか作らせんということは、そこで、ね、世界に戦う会社を作るわけだと、うん、いっぱい作られたら、ね、世界と戦えるわけないかという、そういう考え方だと思いますわ、うん、でも本当はそうじゃないと思うわよ。そうですよね、ちっちゃいいかがいなやつも出てきてがってね、それが化けていくわけだから、かっこいいね。いや確かにその通りですよね。でもそういうことは本当は経済人とか全部知っとるんだけど、うん、やっぱり結局霞が関が嫌がることはみんなあの読売新聞で朝日新聞でもそういうことも書かんわけよな。こんなこと言うとやっぱ叱られっかしゃんけど、本当にいいね、なんか本音でしょ。いいね会長、全部本音。これ富山魂ですよ。最高ですね、富山の人バカだけど知らないから、いや何でもやったし言ってきたけど、富山魂ですよ。オロチはどうですか。オロチはね、これまた素晴らしいもの作りましたわ。これですね。これはね、たまたまおっかちゃんと話しとった時にね、下ボボボボボンってね、フェラーリが撮ってたわけですよ、うんうん、またおっかちゃんはあのお父さん、私あんな車好きなやつわけよ、うん、お父さん作る古臭い格好のね、あいもんばっかりもんのが嫌だちわけよね、うん、バカめ、あんなスベスベのがかっこいいやばね、作りやすいやじゃん簡単に作れないと言うさ、うん、あ簡単に作るやったらもうそれ作ってくれちゃうわけよ。さあ弱ってさ、それから今ここに青木くんデザイナーおりますね、うん、その他にもデザイナー2人ほどおるんですけど、うん、で私注文したことはとにかくフェラーリとか ランボルギーニがそこに2台いて、うん、うちの車が作ったらじいちゃんばあちゃんだろうが、あのちっちゃな子供であろうが、うん、ああこの車というそういうデザインを考えてくれって言ったわけよ、うん、それは最初分かった。とにかくいいもの作ってくれた。ほんとはね、どれもこれもみんなフェラーリとかランボルギーニのね、うん、慣れの果てみたいなばっかり絵描いてきたもんだからこんなもん慣れの果てにしちゃってどうもなって言うたら、うん、ここに来とる青木くんが、うん、たまたま本人が蛇が好きで、はい、カーベルトも全部蛇という、はい、で蛇がガーッてきた時のその顔らしいんですよ。これがいやこれこれは蛇顔、これあのなんか化け猫かなと思ったんですけど、だから目玉にもちゃんとあのラインやプロヤが入ってるわけよ、うん。いや僕これね、これできた時にね、もう私ら役員何人もおったんだけど全員して、うん、ああこれだって言うんだって。いやすごい、いやこれを、これにハンコを押すって会長すごいですよ。あの新しい車を作る時に必ずあの奥様の一言っていうのがすごい大きいんですね、うん、会長は。何でか言ったらね、女の子だとか子供は素直にストレートですわ。そうです。男でね、大学4年生で出たとか大学院でダメですわ、もうあのこうのばっかり理屈言うてね、自分のことを本当に言わないですよ、やっぱり。なるほど。それで女の人はほらね、20歳20いくつはいいけどもすぐ30、40、50になってくるんだから、うん、早く化粧してこうね、ちゃんとモテんじゃあかんでかいね。だから女の人は素直に本当のことすぐ言うわよ。子供も一緒ですよ、うん、男の4年生最悪これ何にもよ、精錬中にもうすぐね、もう会長の口塞ぎますからそろそろ塞ぎますからね。いやこれ今実はもう生産が終わってね、あの、まあ、中古車市場ものすごく高くなってるんですよ。あ、OK、もう今はもう新車販売の時よりも全然高くなってるんで、あの先ほどね、あの会長にこれもう一度ね再販できるんですかって聞いたら、これ会長どうなんですか。いや今社内でも揉めてますけど、いろいろ案は2通りが出て、まあ、うん、実行はすると思うけど、ねえ、いやこれだって今見ても飛び切りでしょ、はい、あの最近のマクラーレンもちょっとなんか昆虫的な感じがするんですけども、その昆虫的な感じがする、本当にね、あのかっこいいとは違ってちょっと嫌悪感もあると思うんですね、うん、その嫌悪感がこのかっこいいんですよね、うん、だから本当にこれは日本が本当に誇るスーパースターだと思う。一回見たら忘れない感じしますもん ね、 そうですよね、本当に個性的ですし、もう運転したことあるんですけど、非常にあのもうトヨタの、ね、エンジンで、うん、まあ、乗りやすいんで、うん、気持ちいいし、もう本当街で見るともう驚きますよね。あ、オロチだって、うん、だから本当になんかまたね、うん、個人的には再販してほしいなというふうに思うんですけども、でオロチの他にもこの後も、うん、まあ、ヒミコ、そしてロックスターなどなどですね、うん、もうロックスターはもう大人気ですよ、うん、ロックスターはもうなんかアメリカの1950年代っぽいですよ ね、 ね、まあ、これは多分あのコルベットの C2 をね、うん、あのまあ、あのちょっとなんかオマージュしてると思うんですけど、うん、
これはなんかかっこいいじゃないですか。これよくできてるんですよ、ね、もうこの前もちょっと僕乗ったんですけども、うん、本当によくできてる。でもそれこそこれはロードスターですよね、マツダの、うん、だから本当に乗りやすいし、うん、もう本当に楽しいです、うん、でもこういう、まあ、人気の車をどん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 作ってらっしゃるわけですから、うんうん、まあ、変な話ですけどかなり儲かってるって感じですか、うん、かなり儲かってるよね会長、うん、会社全体としてはね、正直言って50何年商売しとくけど最高の利益上がりましたよ去年。上がったんですか、去年。それはこれ開発ばっかりじゃなしに、うん、会社が全体的にとにかくほら GM のスポーツカーって何て言ってましたっけ、トルベットが新型出たんで、うんうん、これもみんな1年以上お客さんに待ってもらって注文いっぱい取ってますと、うん、だからコルベット初めて利益最高の、まあ、金額は言えないけど、うん、最高に出て金額言ってください、ボーナス少し余計出たらしいわ。いや、よかった。みんなにボーナス出た、ボーナス少し余計出たのやっぱりってことはどうでしょうだって余計で出す言ったけどどうでしょうだって会長、僕も三岡自動車入社したいんですけどボーナス時期だけ契約顧問ボーナスだけもらいに行きたいんですけどね。なんかこれだけいろんな車がある中でその三岡自動車のなんていうかこう理念みたいな、これは外してはいけない心得みたいなのってあるんですか、会社としての、うん、とにかく自分はそのさっき言ったように日本男子としてその恥ずかしいとか嘘つくとかごまかすとか、うん、そういうことは絶対許さないわけじゃない、うん、そこに社員全員をやっぱり信頼するよ、うん、だからちゃんと社員もそのようにしてもらいたいわけよ、うん、だから車もそのように作っとるはずだ。なるほど、嘘のない車ってことですね、うん、それこそね、うん、まあ、僕らの世代っていうのはこの元になる車を知ってるわけですよ、うん、そうするとなんかこれちょっとパロディじゃないかっていうような人も実はいるわけね、うんうん、でも時が経ってきて令和の人たちってそんなことあんまり考えてないの、うん、今見た車が可愛ければいいんで、うん、そんななんかこれなんか前ちょっと似てんじゃないのっていうような、うん、意外とそういう緩めで見ないんです、うん、だからこのバディにしろロックスターにしろ、うん、まあ、最近の車は再評価されてるっていうのは、うん、そういうなんか素直に例えば前から来た車が可愛いとか、うん、そういう感じでなんか評価してるんじゃないかと思いますよね、うんうん、そうです。まず車作るとき一番大事なことは1にも2にも3にもどんな人が買ってくれるか分かっとらなきゃダメなのよ。なるほど。なんでお金持ってこれ買いに来るのかという、うん、だから今度は作るものの立場だとかね、売るものだ、そんなもん後でいいわけだよ、うんうん、そうだよね。まずお客さんがお金持ってくる、それだけの魅力の商品になっとるかしらです、うんうん、ありがとうございました。ありがとうございました。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。